どうも、大悟です。というわけで今回は、嫉妬深いやつの見抜き方のお話をしたいと思います。嫉妬っていう感情がね、なかなか厄介な感情で、恋愛感情の場合だったら、相手を束縛しちゃったりとか、恋愛関係の場合だったら束縛しちゃったりとか、変に疑いを持っちゃったりとかして、別に何も悪いことしないので浮気してるんじゃないかって疑われたりとかするめんどくさいやついますけど、そういうことになっちゃうし、人間関係だったら、嫉妬深い人ってね、他人の成功を妬んで、引きずり下ろそうとするんですよ。っていう人が周りに、特にですね、自分の身近にいればいるほど、やばいことになるわけなんですね。ということでですね、今回は、そんな、ちょっと付き合う時に注意しないといけない、嫉妬深い、やばいやつの見抜き方をご紹介したいと思います。というわけで今回はですね、ウェストバージニア大学2012年の研究ですね。で、この研究では一応、恋愛に対する考え方を聞いてるんですが、まあ、恋愛で嫉妬深い人っていうのは、もちろん仕事でもやっぱり嫉妬深いので、相手の恋愛観とか、恋愛についてどう思うってことをですね、聞くだけで、つまり恋バナをするだけで、相手が嫉妬深いかどうかってことをですね、見抜くことができるよってのが、このですね、研究の面白い使い方になります。実は人間の恋愛観って6つぐらいに分かれていたそうなんですね。具体的に説明していきます。まずは恋愛のですね、だから男女関係の価値観1つ目。価値観1つ目は、エロティックタイプです。なんか急にすごいタイプ来たなと思う方いると思うんですが、別に怪しい話じゃないです。エロティックタイプってのはどういうタイプかっていうと、恋愛に情熱を求めるタイプの人。これエロティックタイプと言います。恋愛ってのはやっぱ情熱だよね。燃えるような感情がさ、みたいな。そういうのがエロティックタイプですね。で、具体的に言うと、例えばその、肉体的な美しさね。こう、ボディラインとか、肉体的な美しさと基本的に重視します。顔ってよりかは、こう、体の美しさを重視しますね。で、さらに恋人とこう精神的な一体感。まあ、ほんとそれこそドラマみたいな、恋愛映画とかに出てくるような、こういう、こう、情熱的な恋を求めるっていうのがエロティックタイプですね。続いて二つ目のタイプはゲームタイプです。これは何かっていうと、恋愛はゲームだというふうに考えるタイプですね。例えば、こう、駆け引きをしたりとか、するタイプで、相手の執着心が少ない。相手への執着が少なくて、自分のプライベートをちゃんと守ろうとするタイプの人。これがゲームタイプですね。なんか恋愛ってのは駆け引きで、恋愛っていうのは、まあ、やっぱりね、お互い好きっていうのはあるんだろうけど、でも恋愛って惚れた方が負けでしょみたいな風に、これ恋愛に勝ち負けを持ってこようとするタイプですね。これはゲームタイプの人ですね。これ結構男とかよくいますよね。はい。続いて、三つ目がフレンドタイプです。で、フレンドタイプってのはこれ何かっていうと、友達関係から恋愛に発展していくのが多い人。これはフレンドタイプになりますね。友好的恋愛って心理学とかだと言いますけど、友達から少しずつ仲良くなっていって恋愛に発展したりとか、結婚したりとか、いう風になっていくのが好きなタイプの人はフレンドタイプという風に言います。逆に言うとこれは燃えるような感情とか、すごい、うおーっていう情熱みたいなとかはなくて、なんか一緒にいてリラックスできるから、なんか一緒にいて、楽しいから、じゃあ付き合おうか。じゃあ結婚しようかっていう風に、まあ本当最初から、まあ家族みたいな感じで進んでいく。こういう恋愛をする人ですね。これはフレンドタイプになります。で、続いては、マニアックタイプです。四つ目のタイプは、マニアックタイプ。これはどういうタイプかっていうと、恋愛っていうのは、こう、苦難の連続だと、試練なんだと、いうふうに考えるタイプですね。相手の感情を、こう、確認できないと気が済まないと、不安になるというタイプに多いのが、これはマニアックタイプですね。要するに恋愛っていうのは、いろんな苦しみを乗り越えていかなくちゃいけないんで、浮気されるかもしれないし、関係が悪くなるかもしれないし、恋愛っていうのは結構辛いもんだよねっていうふうに思う人は、このマニアックタイプの可能性が高いですね。そして、相手の愛情を確認できないと不安になっちゃうんで、本当に私のこと好き？ね、好き？みたいなふうに聞いてきちゃう人がマニアックタイプですね、完全にね。はい。これが、今言った4つ目のタイプ、マニアックタイプ。で、次5つ目ですね。5つ目のタイプは、プラグマティックタイプです。プラグマティックですね。プラグマティックタイプ。これどういうタイプかっていうと、恋愛に理性を持ってこようとする人です。理性的に恋愛を考える、タイプですね。つまりどういうことかっていうと、相手のことが本当に信頼できるって思わない限り、心の内を明かさないんですよ。だから、恋愛で付き合っても付き合うんだけど、なんかあんま自分のこと話してくれないという人なんかは、プラグマティックタイプの可能性があります。で、本当に信用できる。本当家族というか絶対にこの人自分のことを裏切らないなと思うまで心をオープンにできない、過去の話ができないとか、自分の趣味思考について話せない、特別なちょっと趣味があるというか、そういうのは話せないとか、そういう場合はプログラマティックタイプの可能性がありますね。要するに本当に信用できるのかを判断するまでに時間がかかる人はプログラマティックタイプです。そして最後はですね、アガペータイプですね。なんかアガペーって言うとなんか懐かしいですね。倫理学のね、授業みたいになりますけど、アガペーですね。これは何かっていうと、相手のために尽くす、恋愛が好きな、タイプですね。これがアガペータイプです。具体的に言うと、尽くすのが好きなんで、何かしてあげたい。でも別に何かしてほしいわけじゃないってタイプの人はこのアガペータイプですね。尽くす系ってやつですよね。相手に見返りを求めずに相手のために行動を取ろうとする。素晴らしいですね。これがアガペータイプになります。さあ、ここで皆さんクイズです。今ですね、6つの
のタイプを紹介しましたが、さあどのタイプが一番嫉妬深いと思いますか？エロティックタイプ、情熱を求めるエロティックタイプなのか、恋愛をゲームだと考えて割り切るゲームタイプ、そして友達からですね徐々に恋愛に発展していくタイプのフレンドタイプ、そして恋愛は苦しみの連続だと思っているマニアックタイプ、そして恋愛をですね理性だと捉えて本当に信用できるまで自分の心の内を明かさない慎重なプラグマティックタイプ、そして相手のために尽くす系であるアガペータイプ。さあどれが一番やばいと思います？嫉妬覚えやすいと思います？実はねこれ嫉妬のそのなんかアプローチが違うんですけど、やばいタイプが2つもあるんですよ、この6つの中に。何かというとですね、これ意外なんですが、まずは1つ目、マニアックタイプです。まあそれはそうだよねと。マニアックタイプっていうのはさっき言ったみたいに、相手の愛情がちゃんとあるのかどうかをですね、不安で不安でしょうがないわけです。だから相手の愛情とかを確認できないと不安になっちゃうのがマニアックタイプですね。いわゆるこう恋愛は苦しみのと困難の連続だから、ちょっと気を抜いたら嫌われるんじゃないか、もしかしたら浮気されるんじゃないかみたいなふうに不安を持っちゃうんですよ。で、このマニアックタイプなんかは当然嫉妬深くてですね、相手の愛情を失うのを極度に恐れるんで、最初は尽くしたりとかいろんなことをしてくれたりとかするんですよ。ところが一定以上時間が経つと相手を完全に縛りつけたくなるんですよ。自分のものにしたくないんです。檻に入れて飾っておきたくなっちゃうんですよ。でこうするとどうなるかっていうと、相手を精神的に自分に引きつけようとしてわざと相手にですねジェラシーを与えて、愛情を確認しようとする傾向があるんですね。まあ、いわゆる超めんどくさい女また男です。例えば本当は自分が相手に嫌われるのが怖いのにわざと浮気を疑われるような行動を取ったりとか、あとはこれねちょっとやばいんですけども、相手に浮気されないように自分が浮気するんです。自分が浮気して、あ、この子は、あるいはこの男性は、この男は、ずーっと自分が横にくっついていて見張ってないと、浮気しちゃうかもしれないから、俺近くにいないと、私が近くにいないとって思わせるためにわざと浮気するんですよ。すごいですよね。二人の関係を良くして一緒にいようじゃないんですよ。自分が浮気をして相手にめちゃくちゃ心配かけたりとか不安を与えることによって縛り付けようとするっていうのが、このマニアックタイプなんですよね。で、これが一個目ですね。はい。実は、最も嫉妬深い人、二つ目のタイプはゲームタイプなんですよ。面白いですよね。マニアックタイプはわかる。マニアックタイプは不安だから相手と繋ぎ止めておきたい。でもね、ゲームタイプも実はすごい嫉妬深いんですよ。なぜか説明します。このゲームタイプはですね、自分のプライベートを優先します。これは同じなんです。自分のプライベートを優先するため、恋愛の相手と距離を置こうとする気持ちがあるんですね。つまり、普通だったらね、彼女が家に遊びに来たりとか、ね、週末一緒にいようとかってあったら楽しいじゃないですか。でもゲームタイプの人ってのは、いや、俺ちょっとアニメが見たいからとか、いや、ちょっとゲームしたいんだよね。いや、ちょっと友達と飲みに行くから触ってって、距離をわざと置こうとするんですよ。で、これどうするかっていうと、距離をね、置いておきたいんです。でも、相手を恋愛の相手として、繋ぎ止めておきたいんです。ちょっともうなんかやばい感じしません？つまり、自分は近づきたくない。あんまり来ないで、俺の時間が大事だから、でもお前は常に家で待っとろよっていうタイプなんですよ。ゲームタイプって。だからどうなるかっていうと、距離を置くんだけれども、距離を置いた状態で、相手に自分の、ね、いわゆるこう支配下にいてもらうためには、嫉妬させなくちゃいけないんですよ。だからわざと、いやーなんかこの前飲みに行った時すごい可愛い子がいてさ、とか、いやーなんかこの前あのね、俺の友達と一緒にこういう風なことがあった時に、まあ女の子もいたんだけど、みたいな風にわざと俺の周りには結構女いるんだぜアピールをなぜか彼女にするんですよ。そう。だって、普通に考えたらさ、一緒にいる時間を長くして、関係を良くしていけばいいにもかかわらず、わざと突き放して、突き放しながらも、いや、俺の周りには女がいっぱいいるから、つまり俺の周りには、お前がいなくてもね、可愛い子いっぱいいるから、お前の代わりはいくらでもいるよ、みたいな風にすることによって相手を支配しようとするんですよね。怖っ。はい。というのがゲームタイプです。だから実際に嫉妬深いのはこの二つのタイプなんですよね。だからもし皆さんの周りで、仕事をしようとか、一緒に組もうとか、友達でも何でもそうですよ。近しい人とか、もちろん恋愛対象になる人もそうなんですけど、そういう人と話すときには、恋愛に対してどういう考え方を持ってるかを聞いてみると、嫉妬深いかどうかは見抜けるんですね。つまり恋愛をゲームとして割り切っている勝ち負けだったりだとか、今みたいな風に、なんか考え方をしている人、またはマニアックタイプですね。相手から嫌われるのが怖いという風に思う人たちっていうのは、基本的には嫉妬深い可能性があります。仕事とかでも人間関係でもね。なのでぜひ皆さん気をつけてくださいというお話でした。面白いでしょ？男女のこの恋愛遍歴とか、いわゆる恋愛に対する考え方で、結構嫉妬深いかどうかは見抜けるんですね。ぜひ試してみてください。じゃあ嫉妬深い人と付き合わなくちゃいけなくなったらどうすれば
そういうめんどくさいことにならないで、相手のですね、まあ気持ちをコントロールできるのか。で、これはですね、褒め殺しが一番効きます。褒めるっていう言葉はですね、相手の脳に快感を与えまして、で、これ現金を渡すのと同じぐらいのレベルで相手の脳を直撃する快感を作ってくれるんですよ。これを作るための方法として、今日は番組タイトル下の説明欄のところに、現金を配るレベルで好かれる褒め殺しの13の技法ということで、13種類のですね、ゴマスリみたいに聞こえない、ちゃんと、相手の心に刺さって、そういう裏があるってことがバレないような、上手な褒め方のテクニック、褒め殺しのテクニックをですね、13種類まとめてありますので、ぜひこちらチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。